お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、世界一度やっていきたいと思います。で、今ね、現在世界30位で、世界一目指していくんですけども、このね、6992の方は、バグかなんかでね、表記されてるので、違って、今2位のね、前シーズン世界一取った人が今ね、現在1位というわけで、バカ強いんですけども、150ぐらいなので、マッチング次第では、大トロをもらったり、この1位の方とかと、当たることもあると思うので、マッチング次第ではね、世界一狙えるんじゃないかなと思います。で、今、ロカランでは2位かな。ロカラン、僕より上の方が1人いたので、今日はね、その方を抜いて、世界一もね、狙っていきつつやっていきます。で、デッキ、マジアチャオールブレイカーですね。マジアチャオールブレイカーな、どうなんだろう、もう流行りすぎてて、だからもうマジアチャオールブレイカーに強い、なんか、ジャイ、スパ、スケラ、ヤノアメ、ザップ、ババーみたいな、なんかすごい、何そのデッキみたいなデッキとかも生まれてて、ちょっと怖いんですけども、やっていきます。よろしく。で、僕のトロも6730ぐらいだったので、これ勝ったら30ぐらいもらえるんですよね。もう30もらえるのがね、嬉しすぎて、さ、ベビドラヤノアメ。ベビドラヤノアメ、なんか、ちょっとわかんないですね。普通、なんかテンプレデッキとは外れてそうな。デッキかな。これちょっと、両サイドに分けて、どっちか、ゴレーみたいな、これ多分ランバーキングできないんですよね、この HP ちょっとだと。ゴレーゴレでしょ。ゴレじゃなかったら、なんぞやっていう、スケドラベビーヤナアメ。あれこれじゃねえのかないや、ゴレっすよね。どうなんだろうな。スキャミやだな。スキャミをミュットしないといけないっていう。相手何も出してこないな。いや、待ってる。あ、ラバか。いや、マジか。ラバ黒か。ラバの方が嫌だったわ、マジで。ラバ黒っぽいっすよね。雰囲気は。で、マジアチャで射抜きつつ、あとはボムでね、いい感じにしていけたらいいな。これ多分トルネでいいんですよ。トルネでホバを射抜いて、オッケーオッケー。ホバ射抜いて、これボムを置いて、オッケーオッケー。ボムの爆破で耐えたい。で、ナイトで、オッケーオッケー。これでボムの爆破で全部さよなら、オッケー。で、今相手ヤナメ使ったんで、コールブレーカーセパーしつつ、みたいなね。スキャミかさあ、一発ずつ入る。オッケーオッケーオッケー。いや、でけえ。さあ、ラバクロですね。で、トルネを使っちゃうと、光栄さっき見たらほぼ処理できるんですけど、その後のクローンが厄介。でもそこをボムタワーの爆破で補う。逆もありますね。ボムバンジャーチャでいい感じに、ホバリングをしばいてからの、遅れてボムタワーっていうパターンも。ボムタワーで守ってからの、みたいなね、パターンもあると思うんですけど。さあ、ちょっとこれ、しっかりね、守ります。これちょっと射抜きたいですね、先に。射抜いて、オッケーオッケー。いや、いい射抜き。で、ボム置いて、オッケーオッケー。一応、マジアちゃんもう1枚ぐらいちょっと添えといてあげましょうか。オッケーオッケー。いや、めっちゃいい。で、ボムの爆破で全さよなら。めっちゃいい感じじゃないですか、今僕。で、相手、これ、守んないといけないので、スキャミワンチャンヤナメか。さあ、ヤナメでも逆が結構入りますよ、これ。結構入る。よしよしよし。いいですね。で、これちょっとボムの爆破先に行きますね。で、トルネ持っとけば大丈夫でしょう。オッケーオッケー。僕が先にトルネ使っちゃうと相手がクローン打ってくるので、僕は相手がクローン打つまで今みたいにトルネを使わないのが、いい感じなのかなっていう。さあ、これ守りつつね。やべえ、これ怖え。いや、マジアチャ OP。オッケーオッケーオッケー。いや、流れ完璧ですね。さあ、これはマジアチャが刺さってグッといけない。よし。ラバクロは、ホバリングとベビドラがやっぱね、僕からしたら、直接ね、処理するっていうのが難しいので、もうボムタワーの爆破とか、マジアチャで気合で射抜くぐらいじゃないと、ちょっとね、後衛がね、怖いですよね。なので、ちょっと怖かったですね。ラバクロ、前負けたんですよね。一回前負けて、今回なんかいい感じにね、マジアチャプラストルネンが強いですね。基本的にクローンデッキには、秋田市ちゃんで奥底のマジアチャを処理することが不可能なので、マジアチャ延命って感じかな。さあ、何使ってんだろうな。ホグとかのイメージ、アイス、出た、これ。わー、これ、海外の人が、スナイプ用なのかわかんないんですけど、めちゃくちゃ高回転な、なんか、ロイジェ、もうテスラ入りの、もうスケアイスペルスピコーモリみたいなんで、もうこのマジアチオールブレーカーというか、ウォールブレーカーボコボコにする像デッキを作ったんですよ。それっすね。はい。いや、これやべえ。これ何がきついって、そのスピ系とテスラっすね。このロイジャイにテスラ入ってるんですよ、今回の相手。いや、これやべえ。さあ、まあ。気合でいきましょう、気合で。さあ、ロイ来る。で、今5打ったから低めでいい気がする。さあ、コウモリ？うん。さあ、ウッドも打って、耐えますよと。まあ、テスラ、やだよな。まあでも、テスラしか相手受けれないのかな、ウォールブレーカーを。どうなんだろう。ああ、ウォールブレーカーこれ飛ばしたらダメっすね。マジでテスラが、飛ばしたらダメって言ったらむずいんですけど、テスラがちょっと強すぎて、うん。マジで強いんですよね。テスラが。テスラやばいっすよね、あれ。出てくるんだよ、あれ。ニョッキって。マジで。いやー、まあ。いや、攻める。いや、これ、ロイに対してナイト合わせれないの結構渋いんですよね。さあ、まあ、マジアチャと、ボム2周回るかな、これ。順番逆だったかもな。さあ、来るぞ、いろいろ。一回ノックバックしてあげて、うん。まあ。いやー、まあ、意外と耐えてる。まあ、僕は、守ることができれば、多分、このやりゴブチクチクとかが入るんで、めっちゃチクチクですけどね。で、これボムに5は多分打てないんですよね。マジ打ちいるから。で、マジ打ちの5を、トリトンもいねえもんね、今んとこ。今んとこトリトンいないのが救い。いや、ボム使いたくないけど使って。いや、意外と耐えれてんな。ちょっと壊しちゃおうかな、テスラ。邪魔っすよね、あれ。マジで。相手も確実に壊す。で、コウモリが最強がいますね。これでもウッドで。一発だけ。一発でもいて。テスラやべえな、あれ。マジで。僕ちょっとリガースでも、意外とこの僕の相手、北シャなんです、ロイなんですけど、陸受けがないので、結構リガーが入りますね。そんなイメージがある。イメージだけね。うわー、最悪だ。お、待って、もうちょい入ってる。でかすぎ。マジででかすぎる。さあ、ボム置いて、削る。マジ打ちを。で、ボム。いや、いい防衛してる。しかもこれ、ボム爆破であんま入んないんですよね、実は。で、これマジ打ち射抜く。バレてるかな。さあ、いや、ナイト入る。いや、サイクル1個僕ずれてきたっすね。ちょっとやばいかも。いや、ボム強い。よし。で、これもう一回ボムっすね。で、耐えれるな。あれ？意外と耐えてる。いや、耐えてるだけか。さあ、トンネル下げる。で、ボム置く。よし。いや、ナイト頑張れ。僕も耐えれば多分勝てる。10秒。できるだけ抵抗して回す。いや、これウォールブック入るんじゃない？来た。でかい。これ勝てるんや。いいね。ディガーがね、バカ刺さってましたね。なんかロイ・ジェイデッキは、基本トリトンがいるんですよ。そう、トリトンがいるんですけど、何がどうなってんのか、すごいわかりにくいんですけど、とりあえず、1コースがね、いっぱい過ぎたことによって、僕のディガーがね、バカ刺さってましたね。いや、まあネタデッキっぽいんですよね。すごいネタデッキっぽいけど、多分、結構強そうなね。まあ、公開っていうのは僕がトレネないウォールブレイカーだったら、多分ほぼ確で負けてたと思うんですけど、まあ、トレネあったので、なんとか戦えたのかなと思います。さあ、次勝てば68か。今、世界21位。あんま高くないな。ブルー1行きましょうってね、クランの方が応援してくれてるんですけど、全然いけないっすね。よし。いや、今のに勝てるのは、なんで分かってそうだけどな。僕、今の試合、多分結構、ウォールブレイカーを飛ばすよりは、ディガーを飛ばしてたんですよね。なんか、対戦相手によっては、ウォールブレイカーをいっぱい飛ばす。まあ、例えば、ウッドとかザップがない相手とかだったら、ウォールブレイカーを飛ばせばユニットを引き出せられるので、それを回収して、みたいな感じで、ウォールブレイカーを飛ばしまくる。で、今みたいな、ディガーを受けるユニットが少ない相手ですね。こう、スピスピとか、ファイスピとか、まあ、そういう相手には、しかもね、なんだテスラとかある。そういう相手には、なんかウォールブレイカーやっぱあんま刺さんないので、まあ、ディガーウォールブレイカーまで行っても、ディガーウォールブレイカーをテスラだけとかで守られちゃうので、まあ、ディガーだけ飛ばして、ちょっとこう、まあ、相手テスラ、避けたいけど、避けないみたいなね、状況を作りつつ、まあ、ディガーでコツコツ削って、で、まあ、なんかいい感じの時はね、ウォールブレイカー飛ばしたり、ディガーウォールブレイカーしたりみたいな感じで、なんかこう、やりこぶとかも、ディガープラスやりこぶ。ディガープラスウォールブレイカーが強いんですけども、やっぱ単体で、単体ディガー、単体ウォールブレイカー、単体やりゴブリンで散らすっていうのがね、大事になってくるんじゃね的な感じ。はい。さあ、マッチングした。よろしく。いやー、ラバルっぽい顔してんな。なんかラバルじゃなかったらいいんすよね。本当に。ラバル以外だったら何でもいいけど、ラバルっぽい。濃い顔してんなあ。ギャングだ。でけえ。枯渇か。まあ枯渇か。ちょっとこう、あ、枯渇っぽいな。ウッドだもんな。うわ、バカ入ってんな。さあ、まあウッドまた端前プリン嫌だな。端前プリンちょっと嫌なんでナイトだけ出します。からのだな。こっからマジやっちゃう。これナイトが入りそう。あ、入んねえか。いや、入りそう。入んねえか。さあ、マジやっちゃ出して、これちょっとトレーナー引っ張って、なんかいろいろ処理できねえかな。いや、ちょっとなんか良くないトレーナーだったかもしれないですね。いや、枯渇は基本勝てます。けど、この序盤のダメージちょっとやばいです。やばいというか、結局僕負けるのはロケ削りで負けるんですけど、この序盤にね、ダメージ重ねられるのがちょっと嫌ですね。さあ、こうやってちょっと両サイドに振って攻めていきます。今、ウッド使った。あー、テスラやばい、最悪でこれ2個スタスね。で、端前もう一回、トンキング起動できてないのを見たいな。まあ、取り返します。すげえ。エレスピ入るか。次のマジアプリン、マジアチャで射抜こうかな。さあ、相手はケツから来ましたね。これちょっと悩みますよね、マジで。これちょっと倒しに行っちゃおう。で、まあ、これロケ打った、左だと、あー、ロケ打ってきたな。からのだな。こっから勝ちたいな。これもう攻め取れなげーっすね。マジで入る。いや、でかい。一発入るんじゃない？いや、プリン。いや、これもう気合いで。ああ！なんで行かれてんだよ。バカ。なんなら端前プリンもう一回来そうだな。さあ、完封しろ。オッケー。いや、これ同サイドの方が正解だったかな。今から同サイ間に合う？これ。間に合わせよう。よし、プリン処理して、で、ここでマジエチョもう一回蹴るといいんだよな。いや、まあ全然いけますね。全然いける。ロケ打ってくるか。ここで打ってきたら、あー、使ったけど打っては来ないか。おっきいな。さあ、からの僕はもうね、射抜きたいんですよね。でも射抜くのバレてるんですよね。うん。いや、当たるんかい。バカバカ。バカバカバカ。うん。一回待つ。で、あれマジアチャで対応して。いや、全然あるな。全然あるな。全然いい流れ。なんだこれ、セムッと。いや、いい。さあ、まあ、取るね。痛い、痛い。痛すぎる。痛すぎる。いや、マジアチャで抜きてー。やばい、終わる。枯渇。待って、なんで俺ここに来て神相性に負けるんだろう。あれ、絶対あれだ。もう両サイに行ったり来たりしてるのが良くないんですよね、本当に。いや、もうこれだけは勝たせてくれ。マジ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 。マジ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 。おい、これに勝たんにゃ。あー、くっそ、待って、最悪だ。神相性なんすよ。いや、理論上神相性なんですよ。けど、41いって、なんか、よく負けるんだよな。多分僕がね、対枯渇下手なんですよ。マジで。枯渇は、勝てるっすね。勝てる。うん。ないと、マジアチャリ抜くゲート、勝てるんですけど、さっきみたいになんかね、両サイばっか行っちゃってると、ロケ削り片方だけで行かれちゃうんで、よくないっすね。いやー、もったいなすぎる。さあ、来たー。いやー、さっきの負け取り返したいな。もう 1-0 で、すべて 1-0 で勝ちます。もう、狙ったタワーを捨てるな。諦めるな。もう絶対にそのタワーを落とします。よし。さあ、コウモリウッドだと、まあ、ウォールブレイカーっぽい。プリンちゃん、うわー。なるほどね。さあ、これは、ホグです。まあ、見たらわかるか。ホグで、コウモリとかがいたっすね。はい。さあ、これは、まあ、また同じですね。ロケ削りされるので、僕は、しっかり狙ったタワーを落としていきたいかな。で、相手も多分序盤はキング起動されるからっていうところで、あんまり、出してこないと思うんですね、ホグを。基本的に、まあなんか、ユニットで行って、アイゴレミニペで攻めて、みたいな感じですね、相手は序盤は。これ、ウッド打たんで良さそうだけどな。マジアチャリコ。いいね。節約。こっちミニペいけそうだな。いいね。いいね。いいね。できるだけ抑えて、やりこぶ頑張れ。タワーが寝てる、タワーが寝てる。バカ？ちょっと痛いな。まあ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 、緊急度できたし、悪くはなさそう。で、今回相手は、いや、ロケですね。なんで、ロケだけだな。まあ、ミニペイ入れるのは厄介ですけど、端前マジアチャ絶対無双するんで、マジアチャ切りしましょうか。僕は。からの。もうケツマジアチャダメですね。さあ、いや、いいコウモリだな。棒も置きましょうか。これ警戒してるかな。うわ、なんで頭入る。いや、でかいでかい。いや、もうこれしてけばいいだけですね、僕は今回で。プリンにしっかりウッド打って、このボムの爆破あるとき、うわ、すげえうまい。待って、うますぎ。これ、よりごぶ読み打っとうますぎん。やばすぎ。で、まあ一応、端前プリン来た瞬間、速攻ウッド打ちたいけど、まあこれ、アイスピがなんか来るよね。カバー。コウモリウッドか。アイスピ？アイスピカバーを、ちょっと延命する必要もなさそうだったけど、まあ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 。マジアチャリだけで相手辛そう。いや、悪くないですね。いや、でけえ、それありがてえ。めっちゃありがてえ、めっちゃありがてえ。相手沼ってんな。からの、一旦ステイ、端前プリンぐらいだな。相手で削る方法が。さ、エッチなプリンが来る。これもう流れは私。いや、うめえな。攻め取るのできたら逆に勝ちだったけど。いや、あれカバーあるかな。一発もオッケーオッケー、一発も入んない。これはやりこびいらんな。オールブレイカーで釣って、どうせ打っとたれるでしょ。コウモリかダナプリン邪魔。ホグがワンチャン。コウモリ来たら使っていいって誰か言ってた。よーし、いいねいいねいいね。いや、これはさすがにもろたな。これはさすがにもろたな。あ、ウッドで終わる今は。あ、マジアチャで来たー。よしよし、マジアチャ強えもんなこれ。強すぎるんだよな。最高だぜ。オッケーオッケーオッケー。いや、まあ大丈夫でしょ多分。一応トレン使っとくか。ウッド。さあ、オッケー。マジアチャで抜いてグッディー。よし。いや、でもほんとにさっきの枯渇も、ハマればこんぐらいいけます。ハマるとこんぐらい楽で勝てるんですけど、これもまたさっきと同じ理論で、なんか両サイやってると負けちゃいますね、ロケ削りで。だから相手最後ロケあったんで。いやー、まあでも相性自体は絶対悪くないんですよね。そうそうそう、マジアチャーもいいし、一応トルネムットもあるんで、テスラが渋いぐらいですけど。危ねえ。よし、まあ、次勝てば6-8かな。行きたいね6-8。来た、相手6-8だ。グランドキング。うわ、強そうだな。なんだろうな。ディガー。あ、ミラー対決あれですね。これ、一応マジアチャで警戒します。一発は受けていいんで。一発は受けていい。来ないか。うわ。まさか。まさか。まさか。これやばそうな顔してるぞ。もしかして。来た。来ましたね、皆さん。ラバハウンディが。さあ、まあでもこれマジアチャ無双してる。オッケーオッケー。いや、いい防衛。なんならいい防衛した。さあ、ラバル来た。勝つぞラバル、勝つぞこれね。ヤザップディガーですね。いや、いけます。今の僕なら勝てます。枯渇に負けた僕なら。いけると思うんだけどな。うわ、タイミングほぼかぶったぐらいね。嫌だな。やりごぼ欲しいな。さあ、まあ、ボム置いて、マジアチャで削ってく。これバルーンだけさ、諦めてさ。いや、待って、うわ、待って、しまっとる。うわ、危ね。いや、でも一定最悪だ。このバルーンの爆破が痛いし、このマジアチャ単体になるの世界一ダメ。間に合わない。痛いな。あ、でも結構入ってるな。こっちだな、せめて。相手にコスト使わせたい。いや、全然あるんですよ。マジ全然ある。なんならすごいいい。やばい、俺の、マジ俺が下手。俺が下手なだけなんだ、今見た俺のやりゴブ。いけんな、一発。やばい、ま、耐えろ。耐えて。うわ、耐えねえのか。うわ、バカ。あー、絶対いけたー。待って、絶対いけた。いや、ラバル。今見てました、皆さん。見てました。僕の、スケドラ、イカレやりゴブとか、あんなんなければ、やっぱ勝てるんですよね、ヤザップ。いや、悔しいな。ミスったな。というわけで、今日はちょっとドラ上がんなかった。申し訳ねえ。頑張ります。というわけで、良ければチャンネル登録、怖くないコメントもよろしくお願いします。ガチマルチ動画たくさんあげます。では、お疲れちゃんでした。またね。